はい、皆さんこんばんは、和吉です。フェイトグランドオーダーのね、やっと水面下で待ってましたよ、ギルガメッシュ。いや本当にね、ギル欲しかったです。すみません、ちょっと喉の調子がよろしくないんで、はい、なんか年中風邪ひいてますね。やってみたいと思いますね。やっと来てくれましたよ、ギルガメッシュ。ピックアップ、まあ、出る出ないは別としてね。すいません、期待をしながらやってみたいなと思います。ほんのちょっとガラガラ声ですけど、ご勘弁ください。じゃあまずはね、10連から行ってみたいと思います。ちょっと昔に帰ってね、10連単発後で、まあ、30回ぐらいやってみようかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ来てくれるかな。待ってたんですよね、ギル。実はまあ正月のね、福袋、あれでね、まあ本当にアーチャー貧乏だったんでね、ニコラテスラかオリオンが欲しいなーなんて言って、ニコラテスラ当たりましたね。まあだいぶ全体宝具のアーチャーはね、潤いましたけどね。まあそれでもやっぱりアーチャーのね、代表といえばギルガメッシュですからね。ほんとかわいそうだな、マッシュ、この絵。はい、ほんとね、ギルガメッシュはね、ほんとかっこいいですよね。フェイトゼロの時のね、イスカンダルと戦った後、エルメロイコンのとこにね、来た時にね、僕は生きろと命じられたって言った後のね、セリフかっこよかったですね。なんだっけ、忘れちゃったけど、アサシン、バビロニアの時のね、そういえばウルクの王としてのね、あの姿も、アーチャー、嘘、うわぁ、10連1回目だよ、まだ。うそー、マジっすか。マジっすか、ギルガ、マジで。いやー、これ嬉しいな。10連1発目だよ、ギル。おう、エミア、アーチャーつながりできましたかね。いやー、これ嬉しい。こんな10連一発なんて、まあ単発1回でアルトリア・ペンドラゴンありましたけどね。はい、うわー、本当にギルさん来ちゃった、一発目だよこれ。はい、じゃあ一言ご挨拶お願いします。この俺を呼ぶとは運を使い果たしたな、ザッシュ。本当に運を使い果たしたかもしれない。はい、いやー、ギルガメッシュ来た、めちゃ嬉しい。多分サーバントの中で一番好きかもしれない、ギルガメッシュ。これはもう絶対聖杯使って100まで上げましたい、上げましたいじゃないや、上げたいですね。いやー、ありがとうございます。なんか10連で終わっちゃうのも味気ないですけどね。どうしようかな。次の時なんですけど、もう一個ね、狙いたいところが実はあるんです。このね、11日、前もお話しましたけどね、両儀式はまあ持ってません。空の教会の時僕まだ始めてませんでしたんでね。でイスカンダルは覚えてます、今でも。10連やって、その後単発に12回、単発2回目にエミアが来て、単発3回目にイスカンダルが来たっていうね。でイリアスフィールは結構苦戦しましたけども、まあフォグレベル2ですね、立て続けに来ました。坂田金時はまあ1体しかいませんが、とりあえずは絆ポイントがね、絆レベルが10になりましたね。この間スカサハも1体います。イシュタルはいません。でもね、ギルガメッシュいたらイシュタルはまあいらないかな。まあそこはいいとしてですね、2016年のね、ニューイヤーピックアップ召喚、これをね、ちょっと欲しいなと思ってるんですね、霊装。
まあこのね、空の教会の時のね、このあざかとかもそうだけども、この辺の霊装も欲しいんですよね、実は。ここは持ってますね。はい。ここ。このね、マシュの星5霊装のマシュが欲しくて。ねえ。まあこんな2016年の平穏、このね、ドクターロマンがこたつ入ってますけども、ねえ、ソロモンだったんですよね。はい。あ、ネタバレになっちゃいますかね。はい。まあ、とりあえずはですね、ここら辺のコラボのとこの霊装を欲しいなと思うんで、まず11日とですね、あとは両儀式の空の教会コラボ。で、明日じゃん。ここちょっと考えたいと思いますんで、今回は、ガチャはここまでにしようかなと思います。はい。というわけでですね、ほんといい年明けたな。宮本武蔵も来たし。それでは皆さん、ギルガメッシュ大事に育てたいと思います。ありがとうございました。今日短くて本当につまんなくて申し訳ないですけど、またよろしくお願いいたします。